エルザレトゲームチャンネルへようこそ。今回も片付けという名のダンジョンパズルゲームをプレイしていきたいと思います。ゲームタイトルはダンジョンとパズルですね。それでは早速やっていきましょう。それにしてもあれだね、ダンジョンとは名だけのパズルゲームだよねこれはね。ほんとダンジョンどこ行ったって感じだけど、で今回は盾と剣を駆使してのお掃除タイムみたいだね。こうかな。いやーこれ違うか。いや合ってた。それで最後押してブッシューで OK だね。よしよしよし、クリアー。お、またここで新しいアイテム来たね。グローブ？グローブなのか。あ？ん？これは？ああ、なるほど、こういうやつか。おい、こっち来い、ほら。いやこれさ、敵攻撃してこないからさ、問答無用でいじめられるの最高やね。うわ、キモ。思わず言ったけど、クモね、小さいから何も思わなかったんやけどね。まあトラウマがあるんでね。まあまあまあ、こういうのは後ろからブッシャーよ、ブッシャーして、あとは、これ、進めば、まあ、簡単なマップだったね。うん、あ、簡単、簡単。まあ、さすがにあれだね。マップも60近くなると余裕なくなってくるね。まあ、考えすぎると話せなくなるんで、気軽にやっていこうかな。なんだろうな。もうさ、こんなシンプルな感じで一網打尽がいいよね。ポン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 みたいなさ。で、次は、コウモリちゃんを、おら！で、グローブで胸が掴んで倒すっていうね。うん。で、また倒してゴールと。まあ、これぐらいがやっぱ一番いいな。あー、次は雲だけのステージか。トラウマ引っ張るね。まあ、とりあえず葬っていこうか。あれ？余裕だったね。まずは盾かなぁ。そんで弓。あ、いや、いけないのか。弓をトントンしてからのゲットで、どうだ？で、次は弓矢打って盾で突撃。で、ここで回収するとダメだから、で、これを押すんじゃない？で、回収からのブシャーって。あ、いけたいけた。順調やね。順調順調。これなんだ？縦取って、これ、ほんと何？ああ、とりあえずこっち？いや、押し込んだ後よね。これじゃダメか。右の机動かすしかないよね。これでどうだ？叩き落として遠回りすればゴールだね。うん、よかったよかった。クリアできた。よし、89ステージ目いきますか。めっちゃ謎解き多いよ、このゲーム。思ったより多かった。ここは押し込み系の謎解きかな。ぐるっと回って倒しちゃって、
で、デカスライム倒して、で、回ってチビちゃん撃破のデカスライム撃破でクリアか。あれ思ったよりさっくりクリアできたね、このステージね。いやー90まで来たね。やっと来た。今回は敵が1体だけで、あとは縦で動かしていくパターンかな。まず周りから動かして、ドーンとして、クリア。まあまあまあ、あっという間だね。次はワープが出てきたね。結構複数の組み合わせ増えてきた感じがするな。まずは物を動かして、剣ゲットかな。あれ、一手多くなっちゃったね。ネズミちゃんプシューして、ああ盾使うのか。でこれで普通にプレイすればクリアか。ああクリアクリア。なんだこの部屋、椅子しかないぞ。盾とグローブ取ってから始める感じだよね。どっちでもいいのかな。これは椅子を先に動かす感じでいいのかな。で2つ動かしちゃう。いやこれ先に動かした方が動きやすいか。そっか。あー動かしたけどわかんねえ。とりあえずスライム引っ張るか。で、椅子動かしてみて。ぐるっと回って。お邪魔をまず倒そっかね。で次はスライムだけど、どっちだろう。これどっちも引っ張るんかな。ああこれでいいのか。いいか。あとは引っ張って壁ドーンやね。よし、クリアー。ずいぶん通路の長いマップ来たねー。まあ、とりあえずネズミ菌引っ張るか。これ右行けないから下ろさないといけないよね。
まあ邪魔だから倒しておいて右側に引っ張るか。で、倒してまた押していくのかな？いや、そんなことしなくていいのか。あー、こうかこうか。ぶっしゃしちゃって走り回ればゴールか。お、マイナス1だ。さあ、次はグローブくんの出番だね。これは引っ張る前に動かさないとダメな感じかな？で、まず下の壺を上にだよね。で、椅子を引っ張って壺を引っ張ると。ああ、引っ張り方違うか。壺もう一回動かして、で、それからネズミ動かす。で、それでさらに動いて弓ゲットと。倒して倒してクリアだけど、あー、回数ちょっと多いね。あー、これか、壺だ。これで回収する手間が省けてクリア。さあ、最後のステージ来たよ。隠しも全部してきました。で、上にあるの財宝だね。で、中央めっちゃ邪魔。まあ、これはあれだな。全部アイテム使うの初になるんじゃないかな。なかったね。なかったなかった。まずは左から攻めていこうかね。椅子はどこまで動かそうかな。あ、でもこれ、壺動かさないと一手増えるね。ああ、やっぱ動かさないとダメか。交互だね。もう一回いいかなー。これ先に移動させた方があとはラッと楽なんかな。先に右側行こうか。まあ動かしたけど、この後はあれかな、左から倒せばいいのかな。で、ここさ、弓で倒したけど、回収どうだろうね。一回ほったらかしていってみようか。で、中央突き進んでいって。あー、これ椅子動かした方が良さそうだね。で、右上を倒す。で、中央の付け根はどうしよっかな。椅子ドンでいいのかな。で、それで引っ張ってその後だよね。これ、あれかな、縦でドンドンドンとしちゃって、グロープで引っ張ればいける？あ、いけたいけた。で、中央敵3体を撃破してクリアー。結構後半さっくりだったね。あ、でも、あれだな、最後倒したのスライムだったから、ラスボスがスライムっていう斬新なゲームだね。はい、ということで、全ステージクリアでーす。150ステージありましたね。ということで、今回ここまでとなります。片付けという名のダンジョンパズルゲームクリアでーす。いやー、長かった。150は長かった。
まあ、そうだね。全部やってないんですけどね。まあ、まさかね、足が滑るスタイルの謎解きとは思ってなかったんで、思ったより苦しめられたっていうのが正直なところですね。いや、片付け大変だね。一応全ステージマイナス出せそうな雰囲気はあるので、できるんじゃないかなと思うんだけど、まあ、片付け欲をね、ぜひ満たしたいという方はやってみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方は、チャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。